どうもこんばんは、土の子ブラザーズのペペロンです。本日もマインクラフトやっていきましょう。ということで今回はですね、バージョン 1.20 で追加されたウツボカズラの鞘とトーチフラワーの種、こちらの2つを回収する装置を作っていきましょう。サクッと作れると思うんで、よければ最後まで見て作ってみてください。というわけで早速やっていきましょう。レッツゴー。今回用意するものはこんな感じ。特に変わったものはないですね。でこの2つの種はスニッファーが見つけてくれるので、必ずスニッファーを用意してください。まあ、何匹かいた方が効率は上がりますね。まずは深さ2マス、そして 6×6 マスで掘っていきます。ここの大きさは結構自由です。そしたら下に行き、まずは回収用のホッパーとチェストを設置します。まあ、どこでもいいです。じゃあこっちにしましょう。チェスト、ホッパー。次にレッドストーンブロックを敷いていきます。1列壊していきます。レッドストーンブロックを敷いていきます。角からレールを敷いていきます。レッドストーンブロックの上はパードレール、レール、一番端の手前、ここで折り返します。そうしたらレールでつないでいきます。ホッパーの上はしゃがんで設置です。はい、こんな感じ。次にホッパー付きトロッコを設置して動かします。これで回収部分は OK です。まあ、ぐるぐる回らなくてもこんな感じで折り返し地点にパードレールを敷いとけば、こんな感じで、ね、折り返してくれます。まあ、作り方は自由です。大きさも結構自由です。では次、地上部分作っていきたいと思います。まずは外周にブロックを置きます。次に内側に土ブロックを置いていきます。ここは苔ブロックとかでも大丈夫です。スニッファーが種を見つけてくれるブロックを設置しましょう。そしたら柵を設置します。そしたらスニッファーをここに連れてきましょう。チェストにアクセスできるように少しここら辺をね掘っときましょう。試しに物を投げ入れてみますか。よいしょ。これでね、ちゃんと回収してくれてます。あとはスニッファーが掘り起こしてくれるのを待つだけです。というわけで、今回はウツボカズラの鞘とトーチフラワーの種、これの回収機をご紹介しました。いかがだったでしょうか？めちゃめちゃ簡単に作れますのでね、ぜひ皆さんも作ってみてください。というわけで今回は以上になります。動画がいいなと思ったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。この他にもマイクラの動画いろいろ上げてますので、よかったらご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。土の子ブラザーズのペペロンでした。バイバーイ。